そして、さらに、コード進行の、ね、代表的な具体例をいくつか見ていきたいと思います。最初に、ブルース進行ですね。これはセブンスコードですね。それを中心にしてなされています。で、合計、これ、この区切りが1小節だと思ってもらいますと、4小節が1単位となって、それが3セット、3セットっていうんですかね、あります。で、C が基本安定してて、で、少し動いて、また安定して、で、大きく動いて、少し優しめになって安定する。で、最後また大きく動いて元に戻ろうとするというような感じです。まあ、起承転結的な感じですかね。そんな感じで、こう進んでいきます。まあ、コード例ちょっと出しておきますけれども、これはやっぱり MIDI なんで、MIDI で聞いてみたいと思いますが、ブルース進行の例です。C7 ですね。じゃん、じゃん、次。これが1小節、4セット続いて、F、C に戻って、G でかなり動いて、F で戻って、C で安定、で、G で動いてっていう感じですね。で、次にまた元に戻ろうとするというような感じのエネルギーになります。で、もちろんこれの発展形というのはいろいろあって、例えばこんな感じですね。C のところが、C7 が C になったりとか、こんなふうに代理トニックを使ったりとか、代理サブドミナントを使ったりとかですね。微妙に入れ替えて、作っていく例があると思います。で、これがですね、参考楽曲ということで、オースティン・パワーズっていう、映画が、どっちかというとコメディっぽいスパイ映画なんですが、これのイントロの部分、イントロというか、最初の部分ですね、これがまさにこの進行になっていますので、ちょっと聞いてみますね。これですね。これはイントロです。これはずっと同じですね。ここからです。C ですね。C、C7、次 F7 動いて、で C に戻って、で Am で少し動いて、で Dm7 で G7 で C に戻るということですね。で、この繰り返しです。いいでしょうかね。これもぜひ右のコードがちゃんとあるので、関心ある人はぜひ詳しく研究してみてください。もちろんこれね、YouTube とかで多分ムービーそのものを見ることもでき、あ、これですね。このこれです。これです。また CM は飛ばして、でこれですね。この人は主役ですね。で、ここからですね。C ですね。C7 で F に来て、で C になって Am になって、で Dm7、G7 で C ってですね。で、これの繰り返しです。まあ、ぜひね、関心のある人はまたゆっくり見ておいてもらえればいいかと思います。で、コントレ、これもやっぱり、ちゃんと、そうですね、これはいいんですね。さっき多分一緒ですね、見たのとね。はい。で、これがブルース進行というものです。で、次が、1625。これもすごいよく出てくるタイプで、なんで1625かというと、C が1ですよね。Am6。で、Dm っていうのは2ですので、で、G が5なんで1625ということです。この C、Am、Dm7、G7 ですね。これトニック系が最初やって、で、F 系、サブドミナント系が来て、ドミナントということで、これ実はここの、これとほぼ一緒ですね、考え方はね。F、順番が逆になってますけども、C、C、F、G っていうものの応用編だと思っていいと思いますけども、これは本当にポップスの中にもういろんなところで出てきます。で、これなんか2つだけ挙げておきましたが、これだけじゃなくてもたくさん出てきます。で、特にこの部分ですね、さっきだと FG となってた部分ですね。
FG となってた部分ですが、ここでは Dm7th、Gm7th で2-5となってますけど、この2-5の進行のことをジャズなんてね、2-5って言ったりしますので、この C が安定してて、で、2-5で動いて C に戻るみたいな感じです。で、それのいろいろ応用編ですね。これを、この2つの単位、2、トニックの部分とサブドミナント、ドミナントの部分の前後を入れ替えたりとか、トニックの部分をトニックの代理コードにしたりとか、いろんな変化形がありますので、これが16251のね、非常にこう、いわゆる循環コードとも言われています。これを繰り返し使って一つの曲ができます。例えばこの Dm で始まるタイプのものですと、1625バージョン1ということで、これですね。なんか出てきそうですね、いろんなところにね。僕は聞いてますけど。なんかこれでメロディーが浮かんできたら、もう閉めたもんですね。で、このコード進行に乗っかるような形でメロディーをね、作っていけばいいわけです。で、これあとは変化形なんで、ちょっとこっちにしてみますか。ちょっとやや長めの変化形。開かない。来ないですよね。ちょっともう一回ダウンロードしてみます。来ましたね。で、ここで C メジャーセブンですね。これちょっといい感じですね。A マイナーになって、これはちょっとかなり不安定な感じで、で、E セブンス、A マイナー、A セブンスって感じでね。これなんかまたこの繰り返しでいけそうな感じですけども、これもいい感じの、ね、循環コード。基本2-5系、1625系ですね。ここは25、これ16ですね。これがちょっと変化系ですけども、これ25だと思ってください。25のさらに発展系。的な感じで、最後、16の分ですね。もちろんこれは Am は1ではなくて6なんですけど、要するにトニック系。要するにドミナント系、トニック系、ドミナント系、トニック系っていう感じで進行が動いていって、それぞれのトニック系、ドミナント系のエネルギー、位置のエネルギー的なものが微妙にこう違うので、単調ではないということになります。これが1625です。で、最後の例として挙げられているのが、パッヘルベルのカノン進行。これはもうよく出てきます。ここに書いてある通りで、コードレーってある通り、これもうカノンって非常に有名な曲ですよね。コードレー、これはミリになっております。C、G、A マイナー、E マイナー、F、C、F、G ですね。この繰り返しです。で、カノン自体は、これもミディで打ち込んだのがあるんで、有名な曲なんでね、それこそ YouTube に検索すればもういくらでも出てくると思いますが、カノンを C で進行させてるものです。これですね。Am、Em、F、C、F、G。C、G、Am、Em、F、C、F、G、この繰り返しです。で、メロディーがだんだんこうね、複雑になっていくというものです。ということで、これはぜひ後でね、聞いておいてください。
で、ここにまあ J-POP のね、結構古いですけど、挙げられてますが、これ全部カノン進行が使われてます。で、ちょっと面白いことをやってみまして、この J-POP のメロディーをカノンのコード進行の上に乗っけて作ったものがあります。で、これが全然違う曲なんですけど、重ねても全然違和感ないというね。これカノンのコード進行ですね。今 C、G、Am、Em、F、C、F、G ですね。で、メロディーが残ります。これは何ですかね。青の時代ですか。これは何ですか。思い出がいっぱい入ってきましたが、違うか。愛は勝つか。これは思い出がいっぱい入ってきましたね。これ少年時代が入ってきましたね。ということで、これなんで違和感ないかっていうと、同じコード進行だからですね。なので、ぜひ曲作りの時にこのカノン進行って活用されるといいと思います。で、別にコード進行はね、これは使っても全然問題ありません。別にパクリとか盗作とかそんなことにはなりませんので、それを言ってると J-POP は成り立たなくなってしまう。J-POP どころか、音楽業界全てね、成り立たなくなってしまう。いろんなコード進行を知っていて、それに基づいて曲を作っていくということでね、曲作りの幅が広がっていくんじゃないかと思います。で、ちょっと雑談的なことで、これは実はコンピュータリテラシーなんかでも紹介してるんですけども、ジェリー・シーっていうね、台湾のギタリスト兼作曲家が、パッフェルベルのカノンのコード進行のもとに、ロックっぽいロックギターのね、そのメロディーを乗っけていくっていうものをネットにアップしたところを、世界中のギタリストがですね、コピーしたりとか、あるいはそれを少しアレンジしたりとかですね、そんなのがあります。ちょっとこれはまた YouTube になって、これですね。これはカノンのコードです。で、途中でテンポがロックっぽく速くなるんですが、というわけでね、関心ある人はぜひ後で見ておいてください。で、その変化系バージョンですね。これがすごい、こっちの方がむしろいいんじゃないかっていうぐらいすごいのがあるんですが、
ということでね、すごいですけども、まあよかったら後でゆっくり聞いておいてください。ということで、まあ、非常にコード進行がね、ベースになっていて、アレンジを一回上げてもできるというね、ことです。で、あとはカノンの類似の進行がね、いくつかここに挙げられていますので、また、レッドイットビーとかですね、名残雪とか、このカノンのこれに似てて、これの変化形だと思ってもらえればいいと思います。まあ、そういうことで、コード進行ってのはそれこそも曲作りの基本となることが、というか、コード進行が理解できる、活用できることが曲作りができると言ってもおかしくないものだと思います。あとね、いくつかチャイム、チャイムのループ音楽とかあります。で、あとこれ、バッハの平均律プロテュード1番、C メジャー。これぜひね、いいと思いますんで、まあ、これが何て言いますかね、C 調のコード進行の非常に微妙なエネルギーの移り変わりというか、それがこの曲の中に、それこそ音楽の父と言われるバッハのね、作品だけあって、これはすごくいいと思いますんで、ミディが用意されています。 C から始まって D マイナーで G ですね。で、C に戻ると。で、次は A マイナーになってって感じでね、進んでいきます。で、次 D7 ですかな。これピアノ譜もあるんで、これですね。今 A マイナー7ですか。で、D7 です。で、G ディミニッシュ。で、D マイナー。で、D ディミニッシュ。C。F メジャーセブンス。D メジャーセブンス。あ、D マイナーセブンス。G セブンス。C7 って感じでね、この曲が展開していくわけです。で、この辺がちょっと不安定な感じですね。これが G オーギュメントですか？これが今ここか。あ、今 G7 になりました。で、C に戻って、で、G7 サス4で、G7 で、D のオーギュメントですか、これは。これは不安定なことですね。あ、逆だ。今オーギュメントですか。今、すみません、この辺ですね。で、最後、G7。で、最後、これ分数コードですけど、C をルートとする F。で、G になって、C で落ち着くというような感じです。ということで、コード進行ね、これ本当に学べば学ぶほど、曲作りの幅が広がるので、ぜひがっつりと、ね、勉強していただければと思います。